どうも、クーニンです。本日はですね、クーニンズではなくて、見てください、ヘッドスターズというチームに加入しました。これはですね、なんと元プロ野球選手の森本ひちょりさんのチームなんですけども、今日は期間限定、1日限定でクーニンも加入させてもらったと。はい、ありがとうございます。今回の企画担当の富永くんです。はい、トミーです。今日はこんな面白い企画に呼んでもらってありがとうございます。いや、こちらこそご協力いただきありがとうございます。そもそもこの大会、この企画はどういった趣旨で始まったんですか？まあ、草野球を盛り上げたいなと思って、このプレイヤーズっていうものを立ち上げたっていう形になります。そしてなんで今日僕ファーストなんですか？あの、すごい動画見てて怪我をされてるっていうことだったので、今回はファーストでさせていただきます。ちょっとあまりやらかそうでしたらもうガイアド変えてもらって。今一番怖いのはスライディングだけなんで。そうですよね。スライディングさえちょっとのければ、あとはいけそうなんで。はいはいはい、お願いします。よろしくお願いします。はい、そして今大会クーニンが所属させていただくチームはなんと森本一人軍団ヘッドスターズです。で、今日ね、試合やるんですけど、まあ1試合だけのこのメンバー、今日は思う存分楽しんでください。何をしちゃいけないとか全く考えずに、もう打ちたきゃ打つ、走りたきゃ走る、あの少年野球の時のような気持ちを思い出して、勝ちとか負けはあるんですけど全く気にする必要ないです。本当に今日一日みんな楽しんでやってもらいたいんで、それだけ約束してください。これがチーム方針です。わかりました。OK ですか？はい、行きます。はい、行きます。ありがとうございます。あ、すみません、リトルボスリアルなリトルボスということで、今回クーニンは森本ひちょり軍団ヘッドスターズのメンバーとして、今大会を勝ち進んだピストンズさんと対決します。そして勝利チームには景品がついてきます。ベースボールタウンさんから寄贈のオートリターントスマシーン、約1万円で1人で無限トスができます。これを森本ひちょりさんが試したところ、めっちゃいいじゃんこれ。これ部屋の中でできるじゃん。いい練習になるわこれ。ボールもしっかりしてるしね。ただ素振りだとかだけちょっと飽きるでしょ。うん、確かに。こういう動画あるとめちゃくちゃやる気になるよね。ということで、勝利チームには素晴らしい景品がついてきます。かくして試合が始まりました。ヘッドスターズ VS ピストンズ。ピストンズさんとはクーニンズが1年目の2017年、対決した経験があるのですが、その頃よりもはるかに強くなっておりました。軟式日本代表経験もある1番黒木くんが見逃し三振。続く2番バッターは元ベイスターズの井出さん。井出さんは蓬莱スイングの提唱者、蓬莱さんの教え子です。ここは変化球に空振り三振。ピストンズの先発サウスポーはオリックスの山崎達也投手のお兄さんです。聖望学園から國學院大学、そしてセガサミーに進んだ素晴らしい投手で、2008年には選抜甲子園大会で準優勝もしております。そんな投手に対してクーニン、森本さんに3番で起用してもらったため、なんとか1本出して出塁したいところ。さあ、勝負の1球。変化球打っていきましたが、ピッチャーゴロ。ヘッドスターズ初回は三者凡退。さあ、そして守りますヘッドスターズ、センターには森本ひちょりさんが入ります。現役さながらの動きです。そして普段センターを守るクーニンはファースト。膝の怪我を考慮してくれて、負担の少ないポジションにつかせていただきます。ご配慮ありがとうございます。そして先発投手は野間投手。なんとベースマン立川のショップ店員ではありませんか。今年は谷繁さんとのロケもさせてもらいました、ベースマン立川店。まずは先頭バッター、クーニンがファーストファールフライを取りました。ワンアウト。そしてツーアウトランナーなしで迎えた3番バッター。野間投手、まっすぐ押していく。ここもファーストファールフライ。ファーストクーニン、初回から2回守備機会がありました。野間投手、ナイスピッチング。さあ、そしてなんとか反撃したいヘッドスターズ、2回の攻撃。4番バッターは元ベイスターズ、内藤さんです。内藤さんは過去にもクーニン TV にご出演いただきました。その時はまだ独立に挑戦する前の矢内に対してノックを打っていただきました。最初は緩いノックから始まり、後半は強いノック。さらには矢内との対決も。
149キロ男からあっさりセンター前ヒットを放ちました。プロの凄さをまじまじと痛感した矢内。あれから3年、内藤さんのバッティングは今も健在なのか。まずは1打席目、外のボール打った。これは飛んだところが面白い。内野安打を勝ち取りました。4番内藤さんが初出塁。そしてチャンスでバッターボックスに入るは森本さん、いやリトルボスが打席に入りました。そんなリトルボス森本さんの1打席目、追い込まれ、最後は外のボール、まっすぐ空振り三振。山崎投手に軍配が上がりました。続いてバッターボックスに入るのは最近クーリンズに加入したキャッチャー福田くん。福田くんもこの試合ヘッドスターズの一員として参加しておりました。その1打席目、ここはサードゴロ、しかしこれをサードが送球エラー、チャンスが拡大します。そして内藤さんは送球エラーの間に三塁へ。ワンアウト一三塁の大チャンスが生まれました。このチャンスでまたもやプロ選手、元西武ライオンズの米野選手が入ります。米野選手は現在メットライフドームにビーガン食の飲食店バックヤードブッチャーズをオープンしております。その米野選手、変化球をしっかりと見極めました。ワンアウト満塁のチャンス、大チャンスができました。しかし続くバッター、浅い外野フライ、三塁内藤さん戻ってくることができず、ツーアウト満塁。最後は変化球に空振り三振。大チャンスもヘッドスターズ待望の1点ならず。そしてチャンスの後にはピンチあり、エラーで出たランナーを2塁に進められセカンドゴロ。逆にヘッドスターズピストンズに3塁のチャンスを作られます。このチャンスで打席に入ったのはなんとヤノピー。ヤノピーは元ヤウチーズメンバーです。このピストンズに加入しておりました。その矢野 P、 ベースマン立川店野間投手のまっすぐを打ちました。タイムリーヒット、矢野 P がやりました。矢内も喜んでいることでしょう。さあなんとか同点に追いつきたいヘッドスターズ。軟式野球日本代表経験のある黒木選手がデッドボールで出塁します。そして迎えるは蓬莱スイングの伝承者、元ベイスターズの井出選手。いい当たり、しかしこれはピッチャー取った。ナイスフィールディングでダブルプレー、ツーアウトランナーなしと変わります。ここで迎えるはクーニン。ツーアウトからなんとかチャンスメイクしたいところ。まずは初球変化球見逃してボール、その後立て続けに外れてスリーボールとなります。そして続くボール、外に外れたと思いクーニン歩き出しますがストライク。5球目、外のまっすぐ強振しましたが空振り、フルカウントとなりました。最後は勝負球、インコースまっすぐ、際どいところ見逃しましたがストライク。クーニンチャンスメイクできず。さらに続く回、4番バッター内藤選手、元ベイスターズ選手、打った、大きな当たり、これはいい角度で上がった。しかしフェンスの手前、あと一歩伸びず。ランナーなしでリトルボス森本さんを打席に迎えました。そんな森本さん初球から行きました。サード強襲ヒットで出塁。初回は空振り三振でしたがここはアジャストしてきました。そしてクーニンズ選手の福田くん、サードボテゴロ。ヘッドスターズまたもや三塁のチャンス。エンジンを組むピストンズ、先ほどフォアボールの米野さん打ちました、流し打ち、いい当たりもライトフライ、さらにはライトからのレーザービーム、三塁ランナー森本さんが刺されました。ピストンズの堅守に阻まれます。
しかしその後の攻撃で同点に追いついたヘッドスターズ、終盤戦を迎えます。ここまで1失点の野間投手、これはいったか、フェンス手前、ベースマン立川店のスタッフ、ここもレフトフライ、ナイスピッチが続きます野間投手。さあそしてヘッドスターズ再びチャンスが訪れます。蓬莱スイングの伝承者井出さんがセンター前ヒット、ツーアウトながらランナー1塁のチャンスを迎えます。ここでクーニンに3打席目が回ってきました。ピッチャーは2番手島津投手に変わっております。元セガサミー選手、最速は148キロ、都市対抗では2018年ベスト4にも輝きました。まっすぐが非常に回転量がありました。そしてスプリット、ワンストライクワンボールから3球目、まっすぐ打ってきましたがファール、追い込まれたクーニン。ここでバッテリー、おしゃれなやつで、おしゃれなやつでとつぶやいておりました。おしゃれなボールって何、おしゃれなボールの正体、それはスプリットでした。打ってしまい空振り三振、ヘッドスターズ勝ち越しならず。リトルボス申し訳ございません。そんなリトルボス森本さんの守備機会、前の打球に反応し大激走でセンターフライキャッチ、非常に楽しそうに軟式野球をプレーしておりました。そして試合は終盤、ピストンズが見せ場を作ります。この長打をきっかけにランナー3塁のチャンスを作ったピストンズ、最後はレフト前ヒット、これが決勝点となりました。試合は2対1でピストンズの勝利となりました。ヘッドスターズ勝利ならずも、元プロとアマチュアの混成チーム、楽しく野球ができました。またこんな機会があれば呼んでもらいたいものです。ヘッドスターズが同点に追いついたシーンなどは森本ひちょりさんのチャンネルで公開中、ぜひそちらの試合動画もご覧ください。気持ちは負けたくないからかけ出す、あの土の上で輝く。